時刻8時48分です。今朝のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんです。さあそれではトレンドピックアップいきましょう。今朝はこちら、教育直後や慰安婦問題、令和書籍の教科書歴史認識前進。文科省の検定に初合格した令和書籍の中学の歴史の教科書、明治23年1890年に発布された特目を示した教育直後や、先の大戦をめぐる慰安婦問題、原爆原子爆弾投下といったですねテーマを読み解くコラムが充実していて、他の他社の版とは異なる視点で歴史を追う工夫が凝らされていると言います。教育直後については現代語訳の要約の掲載にとどまっている教科書が多い中ですね、しかし令和書籍版では修身道徳の根本規範教育直後と題したコラムを設け、1ページ半にわたってこの紙を割いているということなんですね。父母二公二兄弟二友二夫婦愛和子と、まあ、こういうあの原文を引用した上で現代語に訳して解説。現代語では子は両親に親孝行しましょう、兄弟夫婦は仲良くしなさいという意味ですが、現代語に訳した上で先人たちが良き伝統を残してきたから今の日本があると言える、直後の本質を読み解いているということですね。こういう試みがあるということなんですが、内藤さんこれはいかがでしょう。ちょっと実物を見てないので、はい、何とも言えないんですが、歴史の教科書っていうとその、まあ、文章で説明したものとそれとは別に資料集があって副読本があってっていうのを、はい、多分これは一冊にまとめたということなんですかね。だから資料集であれば当然その原文を引用して、これこれこういう中身ですって解説加えるということはあってもいいので、はい、まあ、当然教育直後自体はあの賛否は別にして歴史的に重要な文章ですから、載せること自体は違和感はないと思いますね。でただまあ、ここでその、まあ、先人たちが良き伝統を残してきたから今日本があるということももちろんその通りはそれはその通りなんですが、はい、せっかくだったら例えばこれはも書いてあったらごめんなさいなんですけれども、はい、教育直後っていうのが当時 その明治政府がこういうその人材育成したいという特目として出したわけですよね、はい、だからそこで例えば今までとの価値観の違いみたいなところなんかも歴史の教科書と触れていただけるといいかなと。で例えば今引用された夫婦愛和子ってこれ、はい、当たり前のように思いますけれども、この夫婦を家族のユニットの基本にするってこれ明治以降の発想ですか。例えば天皇皇后両陛下っていう両陛下っていう、まあ、もちろん天皇陛下の存在というのはそれは天子様という方は知ってはいるわけですけれども、明治以前というのはこの皇后と天皇とのペアで、要するに西洋の君主のような形に王と王妃というのと対比させる形での天皇と皇后というのはモデルとしなかったんですよ、それまでどちらかというとその皇宮にはそれこそ平安時代以来の女性が何人かいて、その中の序列はありますけれども、必ずしも一夫一婦制ということではなくて、明治天皇ご自身が一夫一婦制というのはかなり否定的な方だったということも言われてますので、それをやっぱり西洋型のモデルで夫婦にするんだということになってますので、だから必ずしもその伝統そのままではなくて、明治国家がどういう人間を作りたかったかという、例えばそういった解説なんかもね、歴史の教科書だと入れていただきたいなという印象はあるんですよ、で多分これ入れると批判する人はいると思うんですが、ただこういう歴史的に重要な文章を紹介してテキストに、まあ、資料集の形で入れること自体は私は否定されるべきではないと思いますが、はい、で慰安婦問題についてはですね、蒸し返された韓国の請求権というコラムを掲載し、日本軍が朝鮮の女性を強制連行した事実はないと解説しています。従軍記者や従軍看護婦のように従軍させ戦場を連れ回した事実はありませんと記述して、従軍慰安婦という用語が誤解を招く恐れがあるとした政府の見解を分かりやすく説明しています。日本軍が強制連行した事実はないと解説をしているということなんですが、内藤さんこれはどうですかね。これそもそも論として、ごめんなさい、この教科書が、実は今ちょっとアマゾンその他調べてまだ発売されてないみたいでデータが出てないんですが、何ページの教科書か分かんないですけど、別にこの教科書に限らないんですけれども、せいぜい多分300ページか400ページですよね、歴史の教科書、それで日本列島の成り立ちから、まあ、お尻どこまでやるか知らないですけれども、場合によっては東京オリンピックぐらいまで21でもやるわけでしょ、それを非常にコンパクトにまとめた中に、
果たしてそもそも慰安婦の問題が入れる余裕があるんですかと。はい、でもちろん戦場に伴ういろんなその問題というのはこれ あるんだけれども、はい、教科書のアウトラインの中に入れる話なんですかというのは、これ保守系もリベラル系も私はそこにまずそもそも疑問を持ってるんですよ、もっと重要なこといっぱいあるんじゃないのっていう、はい、でその上で例えば慰安婦問題について、はい、あの蒸し返された韓国の請求権ってこれだからどこに入れてるかですよね、はい、つまり日韓基本条約のところであの請求権というんであのこれも型がついている、でそれにもかかわらずこれこれこういう事情でって戦後の話で入れているということであれば私は意味があると思うんですけれども、はい、あのいわゆる戦時下の中での事実あるいは朝鮮統治の中でという話だとあのいやそれ入れる必要がそもそもなんてどうなのかな、はい、むしろこれはあの当時の問題というのは現代にこれが政治問題化したことを説明するという内容、はあ、その上で、はい、あのやっぱり韓国側の主張は無理があるよねと、で不幸にしてそういうその仕事を、まあ、させられた女性がいたことは事実だけれども、あのそれがいわゆる日本軍が制度としてあの何か強制したりましてや今イメージされているような奴隷狩りのような形で道端歩いている人いきなり車に押し込んでという、そういうことはないですよという話であればいいと思うんですけど、ね、はい、ちょっと、まあ、見てみないので何とも分からないですね、はい、あとアメリカによる原爆投下本文の記述に加え安倍晋三政権下の2016年に当時オバマ大統領の広島訪問が実現した意義を伝えるコラムを2ページ半にわたって設けています。被爆者とオバマ氏が抱擁する写真も掲載、講談のディスカッション討議を促す項目では原爆投下は正しかったのかと議題として例示しています。まあ、一つの落としどころを見つけることが目的と説明し、対立ではなく融和的な対話によって歴史認識を前進させる取り組みを実践できるように編集されていると言います。原爆投下は正しかったのか、これを議題として例示している、こういうのも出てるんですね。ですからこれごめんなさい、あの、はい、私今のこれ高校でしたっけ、中学か、中学の歴史教科書ですね、はい、中学の歴史の時間で、はい、これなんかディスカッションをやるんですか、のということなんですかね、あの、それがあそういうこともやるのねっていうのが、なんかあの、はい、そうですね、ディスカッションを促す項目ってなってますから、それ自体がなんかすごく新鮮ですけど、はい、どっちかというと、授業で先生が聞いて話して、はい、あの学生はうやうやしくでもないですけど、それも鼻をほじっててもいいんだけど、まあ、聞いてるっていうイメージだったんで、だから議論をするというんであれば、いろんなそのテーマで、はい、それこそさっき のコロンブスで何でもいいんですが、あの賛否が分かれることをあの提示してということはいいんじゃないですか。ただそうか、議論で、でもこれ中学か、そうですね、中学の教科書で、いや中学の教科書でこれ教えきれる時間内ですよね。だからどのくらいの教科書の厚さがあるのかとかね、分かんないですけど、ちょっと分からない部分は多いですね。だけどこれ多分相当な分量だと、これ高校の日本史教科書かと、すみません僕思ってたんです。いや中学ですからね、中学で、そうか、盛り込みすぎでこなしきれるのかな。はい、以上トレンドピックアップでした。今朝のコメンテーター、郵便学者内藤陽介さんです。函館新聞からです。ロシア極東大学函館高校を運営する学校法人函館国際学園は、おととい2025年度の新入学生の募集を停止すると発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻などの影響で入学者数が急に減ったことなどが理由でして、1994年の開校から34年で幕を閉じることになります。学校法人函館国際学園は募集停止の理由について、ロシアのウクライナ侵攻の影響によるロシアに対する感情の急激な悪化に加え、少子化の影響も重なって入学者数が急減、今年度の入学者は3人にとどまって在校生数も14人、経営継続に必要な在校生数33人を満たせず、定員を充足するだけの入学者数の回復が見込めないと判断したというんですね。ロシア極東大学函館校、こういう学校がないとあるんですね。失礼ながら私その存じ上げなくて、あの、はい、ロシア極東大学はこれ名門大学ですけれども、はい、
ただこれあれですよね、そもそもここに行きたいっていう学生さんが日本人でどれだけいたのかっていうと、そうすると実はこれ大学の衣をまとった別の意図がある機関だったんじゃないのっていう可能性もね。だって大学っていうのは別に教育だけじゃなくて調査研究をやるための機関ですから、そういうところもありますから、日本に拠点を置いて何を調査研究してるんですかっていう、ついついちょっとすいません疑いたくなっちゃいますよね。このロシア極東大学極東大学函館校が新入学生の募集を停止、経営継続に必要な在校生数33人を満たせなかったということなんですが、 やっぱりその経営もしてるんですね。さすがに今それね、ゼロでも存続はおかしいですもんね。でもね、例えば、このロシア極東大学に行くかどうか別、函館校に行くかどうか別として、やっぱりロシアだったり北朝鮮だったり敵国だからちゃんと研究するんだっていう、そこで人材集めるってことは僕は大事だと思いますよ、むしろ、でこの学校の公式ホームページにはロシア語はもちろん、ロシアの歴史、文化、政治、経済などロシアのスペシャリストの育成を目標に教育を行っていますと。スペシャリストは必要ですけどね、取り込まれてなんとかマサルさんみたいになっちゃうと、困りますよね。なんとかマサルさんが今浮かんできました。私佐藤なんとかさん、いやそういや注目してください。はい、内藤さん今朝もありがとうございまし ました。さてこの後9時からの国丸食堂フライデー、どうした一蔵、春風亭一蔵さんと水谷加奈アナウンサーがお送りします。前半のゲスト、トースポ記者の種井仁さん、12時台ゲスト、筋肉少女隊大月健二さんです。この後も文化放送でおはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。